レオパレスリゾートグアムは株式会社、レオパレス21がグアム島に経営するリゾートホテル。正式名称はレオパレスリゾートマネンガンヒルズグアム、開業は1993年。ホテル業の他に賃貸住宅の賃貸業務、新規住宅の販売も行っている。グアム国際空港から約30分、グアム島中央部の丘陵に位置するリゾートホテル。 施設内には、プール、ボーリング場、スパ、各種レストランがある。全36ホールのレオパレスリゾートカントリークラブがある。パンパシフィックスポーツセンターの中には、メジャーリーグ公認サイズの野球場、国際公式競技仕様の競泳用プール、サッカー場、ジムがある。2014年8月にラクエスタビーが190室オープンした。サッカー場、 東アジアサッカー選手権2010や東アジアカップ2013の会場として使われたことがある。また J リーグチーム等のシーズン前のキャンプ地として使われる例が多く、過去に以下のチームがキャンプを張ったことがある。競泳用プール、日本代表選手が毎年利用する本格的な競技用プールと推進5メートルのダイビングプールがある。50メートルプールは、 全20コース2003年バルセロナ世界水泳競泳日本代表から合宿拠点として利用されるようになった。2009年1月にはジュニアパンパフィフィック水泳選手権も開催された。日本水泳連盟の競泳、シンクロ、水球競技においてキャンプ地として利用されている。野球場、両翼103メートル、センターバックスクリーンまで126メートル。 全面に天然芝を採用。スコアボードや放送室、ダグアウト、6名用ブルペン、ピッチングマシーン、打撃ケージ、ナイター設備がある。2004年には、読売ジャイアンツの春季キャンプ施設としても利用された。2005年からは、韓国サムスンライオンズのキャンプ施設として利用されている。ラクエスタ C 棟お及び D ネがオープン。ありがとうございます。